ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日は奈良市西笹鉾町にございます近鉄奈良駅からも十分徒歩圏内の分譲賃貸マンション奈良コーポラスをご紹介させていただきます。まず最初に紹介させていただくのはこちら和室の6畳となっております。こちらのお部屋にはこのように最初からエアコンがついておりまして、またお部屋の向きの方もこのように南向きとなっておりますので非常に明るいお部屋となっております。また収納の方もきっちりとついております。こちら開けていただければおよそ半間の押し入れ収納となっておりまして、こちら非常に奥行きもございますので、しっかりとお布団などを入れていただけるそんな収納となっております。それでは隣の、和室をご紹介させていただきます。はい、こちらもですね和室の6畳となっておりまして、先ほどの、お部屋同様ですね、こちらも南向きに面しておりますので非常に明るい、お部屋となっております。また、こちら開けていただければ、バルコニーに出ることができます。バルコニーには洗濯機置くスペースもございます。そしてこちらのお部屋の方にもこのようにエアコンがついておりますので、安心して使っていただけます。また収納の方はこちらですね、見ていただければおよそ1間の押し入れ収納となっております。また上の方もこのように収納となっておりますので、お布団や衣類など、非常に多くのものを収納していただけます。それではキッチンをご紹介させていただきます。キッチンは、オープンタイプのキッチンがついておりまして、流しも十分ございますし調理スペースもしっかりとございます。コンロも2口のコンロ最初からついてますので使っていただければという形になっております。収納の方も心配なくこのようにですね、上の収納ですね、あと水切り棚が真ん中にありまして、下の収納となっておりますので、お鍋などの調理器具、大変たくさん入れていただけます。またキッチンの横にはこのようにコンセントもついておりますので、このあたりですね、冷蔵庫など置いていただければ非常に便利かなと思います。それではこちら洋室ですね、ご紹介させていただきます。こちら共用廊下側の洋室となっておりますので、子供部屋や寝室、ご夫婦の寝室にぴったりとなっております。収納はこちらになっているんですが、ちょっと中に、網戸が入ってまして、ちょっと広さ分かりにくいかなと思うんですけど、十分ですね、高さのあるクローゼットになっておりますので、丈の長いコートなども十分かけていただけます。また上の方も収納になっておりますので、こちらもですね、十分使っていただけるそんな形となっております。それでは水回りをご紹介させていただきます。まずキッチンのすぐ隣に独立の洗面台がございまして、こちらですね、このように人気のシャンプードレッサーとなっております。またこちらですね、出ていただければお手洗いとなっております。そして奥ですね、が追い焚き機能付きのお風呂となっておりまして、また上見ていただければこのように窓もついておりますので、換気なども十分行っていただけます。そしてですね、こちら洗面所というか脱衣所はどうかなっていうところなんですけど、このようにカーテンレールがついておりまして、カーテンになってますので、このように、閉じていただければ、着替えなどは十分していただけるかなという、そんな形になっております。最後玄関のスペースですね。玄関のスペースも非常に広くなっておりまして、下駄箱とかもちろんついておりますので、散らかりがちな玄関のスペースしっかりと収納していただけます。はい、それではお部屋のご紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸の正木のホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。